アール・バン・ドームは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、米北戦争やインディアン戦争で戦って、功績を残した。南北戦争では、南軍の将軍として従軍し、1862年のピー・リッチの戦いや、第二次コリンスの戦いでの敗北が特筆される。1863年春に市民に殺害された。背が低く、直上的で、 かなり感情に流されやすいことで知られ、画家、著作家、詩人でもあり、乗話術に優れていることで尊敬され、また女好きとも言われた。この女好きのために1863年の死に繋がり、大衆の知るところとなった。当時のある新聞記者が殺人の直前に醜い夫たちの恐怖とあだ名をつけた。バンドーンはミシシッピ州。 クレーボーン軍ポートギブソン近くで、アンドリュー・ジャクソンの名ソフィア・ドネルソン・カフェリーと、弁護士と判事だったピーター・アーロン・バンドーン夫妻の、息子として生まれた、エミリー・バンドーン・ミラーという姉妹が一人いた。1843年、キャロライン・ゴッド・ボールドと結婚し、息子のアール・バンドーン・ジュニアと娘のオリビアが生まれた。1838年、 バンドーンは、ウェストポイントの陸軍士官学校に入学し、4年後に、同期56人中52番目の成績で、卒業した。この入学指名には、アンドリュー・ジャクソンの親戚ということが役だった。1842年7月1日に第7、アメリカ不評連隊の名誉勝利に任官し、南部での任務を開始した。 バンドーンと第7アメリカ不評連隊は1842年から1843年にルイジアナ州パイクトリデで守備隊任務につき、1843年には短期間アラバマ州モーガントリデに駐屯した。バンドーンは1843年から1844年までアラバマ州マウントバーノン武器庫の守備任務につき、1844年から1845年は、 フロリダ州ペンサコーラ公任務を命じられた。この時の1844年11月30日に、少尉に昇進した。バンドーンは1845年から1846年に、アメリカ陸軍がテキサスを占領した時第7、アメリカ風評連隊にあって、米北戦争の初期段階は、テキサスの最南端の町ブラウンズビルにある、テキサストリデの守備任務に就いた。 バンドーンは1846年9月21日から23日のモンテレーの戦いと1847年3月9日から29日までのベラクルス包囲戦に従軍した。続いて1847年早くにウィンフィールド、スコット将軍の指揮下に入り、3月3日に中尉に昇進した。メキシコでのその後の戦いではうまく実行を上げ、 その功績で二度名誉昇進を果たした。セルロゴードの戦いに参加したことで4月18日付で、大意に名誉昇進し、メキシコシティ近くで、コントレラスの戦い、チュルブスコの戦い及びベレンゲートに参戦したことで4月20日付で、少々に名誉昇進した。9月3日には、メキシコシティ近くで足を負傷し、9月13日には、ベレンゲートを強襲している時に再度負傷した。 メキシコでの戦争が終わると、1847年4月3日から1848年5月20日まで、PF スミス名誉少将の副官を務めた。バンドンと第7アメリカ不評連隊は1848年から1849年まで、ルイジアナ州バトンリュージュで守備隊を務め、続いて1849年には、ミズーリ州、リーメイのジェファーソンバラックスに駐屯した。 1849年から1850年はフロリダでセミノール族との戦闘に参加し、1850年から1851年は新兵募集業務を行った。1852年から1855年、バンドーンはミシシッピ州のイーストパスカグーラ支部軍事収容所に駐在し、基地の初期官と財務官を務めた。1855年の残りは、 ルイジアナ州ニューオーリンズに駐在し、短期間再度新兵募集業務を行った後に、ジェファーソン・バラックス・チュートンに戻った。1855年3月3日付で、第二アメリカ機兵隊の隊員に昇進した。バンドーンと第二アメリカ機兵隊は1855年から1856年に、テキサスのキャンプ・クーパで、返境任務につき、1856年は、 テキサス北部の偵察を行い、1856年7月1日にはコマンチェ族と小戦闘を行った。次に1856年から1857年はテキサスのキャンプコロラド任務となり、1857年は偵察任務を再び行った後に1857年から1858年はキャンプコロラド任務に戻り、最後は1858年に、 テキサスの航空軍にあるチャドボーオン砦に駐屯した。バンドーンはさらにインディアン巡州でセミノール族とさらにまたコマンチェ族との戦いに参加した。そこで4回負傷し、特にコマンチェ族に対する遠征隊を率いたときは1858年10月1日にウィチタの集落近くで2本の矢を受けて重傷だった。 1858年から1859年は、インディアン巡州のキャンプラジミンスキーに、1859年は、テキサスのキャンプコロラドに駐屯した。1859年に、コマンチ族に対する偵察隊を指揮し、5月13日に、熱戦トゥンが警告で戦い、1859年から1860年は、テキサスのメイソントリデ任務となった。 メイソン取り出任務の時に、1860年6月28日付で、少佐に昇進した。1860年の残りから1861年の初めまでは休暇を取った。バンドーンはその出身州とアメリカ連合国に従うことを選択し、アメリカ陸軍を除隊し、1861年1月31日付で認められた。1月23日には、 ミシシッピ州民兵隊の巡将に指名され、ジェファーソン・デイビスがアメリカ連合国の大統領に選ばれた2月に、デイビスに代わってミシシッピ州兵隊の少将と指揮官になった。1861年3月16日にミシシッピ州兵隊を辞任し、南軍の不評隊大佐として入隊した。4月から8月はテキサス方面軍における 死願兵旅団を率いるために西部に派遣された。ガルベストンに到着すると、バンドーンとその部隊は、街の港で3隻の北軍艦船の捕獲に、成功した。続いて、インディアノーラに最後まで残っていた、正規兵部隊に向かい、これを降伏させた。さらに、テキサスのアメリカ軍指揮官デイビッド・オイ・トゥイックスの、降伏で北軍の物資、設備及び兵士を受け入れた。 バンドオンはリッチモンドに呼びつけられ、4月25日に第一、アメリカ連合国危機兵隊の大佐に指名され、バージニア州の機兵隊すべてを率い、続いて、すぐの6月5日には順将に昇進した。1861年9月19日に少々に、昇進した後、5日後には、ポトマック軍の師団指揮官となり、1862年1月10日まで、 第一師団を率いた。この頃に、デイビス大統領は、新しいミシシッピ県畜軍の指揮官を必要としていた。そこには、スターリング・プライスとベンジャミン・マカロックという、ライバル関係にある二人の将軍がおり、彼らの強い個性を抑え、効果的に戦える軍隊を作る必要があった。ヘンリー・ヒースとブラックストーン・ブラックの二人の将軍も、その職を辞退したので、デイビスは、 バンドーンを選んだ。バンドーンは西部に向かい、9月19日から分かれていた部隊を集結させ、アーカンソー州ポカホンタスに作戦本部を置いた1862年1月29日に、この地区の指揮官に就いた。P ・リッチの戦いの戦場1861年暮れと1862年の年明けまでに、ミズーリ州の北軍は、州内から、 南軍すべてをほとんど追い出すまでになっていた。バンドーンがこの方面軍の指揮を取ったとき、そのおよそ1万7千名の兵士と60門の大砲からなる西部軍で、すでに進行中の事態に対処しなければならなかった。北軍を攻撃して打ち破り、ミズーリ州に入ってセントルイスを占領し、南軍にとって重要なこの州の支配を取り戻すことを望んだ。 3月3日にボストン山ン役近くに集結した軍隊に合流し、翌日には北への進軍を開始した。1862年春、北軍サミュエル・アル・カーティス巡将がアーカンソー州に入って、その10.500名の南西軍で南軍を追跡した。カーティスはその4個師団と50門の大砲を集めて、シュガークリークと呼ばれる小川に沿った、 アーカンソー州ベントン群に移動した。その小川の北岸に優れた防御陣地を見つけ、南からの攻撃を想定してその要塞化を始めた。バンドーンは向かい合うカーティスの残酷を施した陣地を攻撃しないことにした。その代わりに次軍をプライスとマカロックに引きれられる一個手段ずつの二つに分け、 カーティス軍の後方で再集合することを期待して、それぞれ期待進軍させる命令を出した。バンドンは2体の移動速度を上げさせるために、物資用に車を置いて行かせる決断をしたが、この決断が後に重要になることが分かった。南軍には、強行軍に適当な装備が不足していたこと、倒木が道を遮っていたこと、兵士が疲れ飢えていたこと、 およびマカロック隊の到着が遅れたことなど様々な要因が災いして2体の再集合が遅れた。この遅れの間に3月6日の1日を使ってカーティスはその軍隊を再配置させて予期しなかった後方からの攻撃に備えたのでカーティス軍は南軍の2億の間に位置することになった。さらに加えてバンドーンの前衛部隊が偶然エルムスプリングス近くで 北軍警ら隊に駆け込んでしまい、北軍は南軍の接近を知った。ピー・リッチの戦いは南北戦争の中で南軍の勢力が北軍を上回っていた数少ない例の一つである。バンドーンはこの軍隊の指揮を取る、少し前に妻のキャロラインに宛てて次のような手紙を書いた。私は今まずいことになっている。名声を得てこの国のために軍を抜く働きをするか。 失敗するかだ。失敗してはいけないし、それは許されない。セントルイスを取らなければならない。そして万歳だ。バンドオンはマカロック隊の合流を待った後で、辛抱できなくなり、3月7日時点の現有勢力で行動を起こすことに決めた。午前9時頃、エルコーン坂場に近い北軍の陣地を攻撃するよう、プライスに命じ、プライスが負傷したにもかかわらず、 夜までに北軍を交代させ、カーティス軍の通信線を遮断することに成功した。一方、マカロックはバンドーンの命令で異なる経路をとっており、後軍を急いでいたが、カーティス軍の防御陣の一部と戦っていた。この戦闘の早い段階で、マカロックとジェームズ・ M ・マッキントッシュ順将が戦死し、効果的な攻撃を組織する指揮官がいないままになった。その夜に、 プライス隊とマカロック隊の残兵が合流し、バンドーンは次の行動を熟慮した。翌3月8日、カーテイス軍は前日いた場所から約1マイル後退して、同じように強固な防御陣地にいた。バンドーン軍は、ピーリジさんの前に防御的に配置し、十分明るくなった時に、北軍の対応を見るためにその陣地に向けて残っていた砲弾を発射させた。 北軍砲兵隊も応射してきて、バンドーン軍の大砲の大半を破壊した。続いて、カーテース軍が反撃をかけ、対抗する不評隊の接触もほとんどないままに南軍を改装させた。バンドーンは南方へ撤退する決断を下し、一週間の橋一家も稀な地域を撤退する間に、兵士たちは地域の数少ない住人から分け与えられた少ない食料でしのいでいった。 西部軍はボストン山脈の南に残してきた市長隊にやっと合流することができた。バンドーンの公式報告書ではピーリッチでの出来事を次のように要約した。私はまずエルクホーンで敵軍を破ろうとしたが全く予期しておらず私の管理下になかった一連の事故と訓練の行き届かなかった軍隊が私の意図をくじいた。 マカロックとマッキントッシュの戦士及びヘーベルが捕まったことで右翼を指揮する士官がいなくなったことで全くの混乱となり2日目の敵軍の強固な陣地では戦いから退くしか選択肢がなかったこの戦いでの損失については完全に定説が出来上がっていない多くの軍事歴史家が提示した数字は北軍が1000名、内視1200名 南軍が約2000名である。しかし、バンドーンの公式報告書ではいささか異なる数字を挙げている。これによると、北軍は戦死約800名、負傷1000名、内死1200名及び捕虜300名で合計約2300名となり、南軍は800名、内死1000名が戦死、または負傷で200名、内死300名が捕虜。 合計約1300名となっている。この戦闘における南軍の敗北とバンドーン軍がミシシッピ川を渡ってテネシー軍を支援するよう命令されたことと合わせて北軍はミズーリ州を完全に支配しバンドーン軍がいなくなって事実上防御がなくなったアーカンソー州の心臓部を脅かすことになった。ピーリッチでの敗北にもかかわらず アメリカ連合国議会は4月21日にバンドーンとその部隊に向けてアーカンソー州エルクホーンの戦いでの勇気と技術とうまい行動に対しその感謝を議決した。バンドーンは当時の南軍陸軍長官ジュダピー・ベンジャミンに提出した3月18日の報告書で私は負けていない。私の意図がくじかれただけだ。私はまだ成功を楽観視しており。 機会があれば、いつでも攻撃を繰り返すことを止めないだろう。と言って、損失を受けたという批判に反論した。第二次コリンスの戦い、1862年10月3日から4日、第二次コリンスの戦いの時のバンドーンの行動が、再度北軍の勝利につながってしまった。P ・リッチの時と同様に、1862年10月1日から2日に行われた、この戦いにおける、 初期段階ではうまく立ち回り、この時は約2万2千名の勢力と北軍にほぼ匹敵するものを持っていて、プライスの部隊と共に手堅く部隊を配置していた。しかし、バンドオンは北軍の防御力を偵察することを怠っており、10月3日に行ったミシシッピ州コリンスで、ウィリアム・ローズクランズ巡将の強固な防御陣地にかけた攻撃は大きな損失を出して撃退された。 10月4日から5日、バンドーン軍は、北軍スティーブン・ウェイ・ハールバット及びエドワード・オード各、巡将に率いられた部隊とハッチ・イバシの戦いで、手荒な扱いを受けた。しかし、ローズ・クランズが攻撃的に追撃しなかったことで、バンドーン軍は逃げをせた。第二次コリンスの戦いでの損失は、北軍が2520名、南軍が4233名だった。 コリンスでの敗北後、その時の行動について釈明するために、調査委員会の場に送られた。その告発に対しては、無罪となったものの、再度軍隊指揮を任されることはなくなった。バンドーンは、騎兵隊指揮官としては有効であることが証明された。1862年12月のミシシッピ州、ホリースプリングスでの行動で、ユリシーズ・グラントの第一次、 ビックスバーグ方面作戦を大きく妨害し、1500名の兵士を捕虜にし、少なくとも150万ドル相当の北軍物資を破壊した。バンドーンは1863年3月5日のトンプソン卿の戦いでも成功した。この時、北軍ジョンコバーン大佐の旅団がフランクリンを離れ、南方の偵察に出た。スプリングヒルの約手前4マイルで、 コバーンはニコ連隊からなる南軍を攻撃したが、撃退された。バンドーンは WH ジャクソンの下馬した部隊に直接正面攻撃をかけさせ、一方ネイサン・ベッドフォード・フォレストの騎兵隊には北軍の左翼を回って後方につかせた。ジャクソン隊はサンドの突撃を撃退された後で、最後に北軍の陣地を落とし、フォレストはコバーンの主張隊を捕獲し、 唯一の逃げ道であるコロンビアに向かう道を塞いだ。コバーンは弾薬が突きかけてしかも包囲されており降伏した。1863年3月16日、バンドーンはブラックストンブラック将軍のテネシー軍で、騎兵軍団の指揮を任され、4月10日の第一次、フランクリンの戦いに参加し、北軍ゴードングランジャーの騎兵隊とコゼリアイを演じて137名を失った。 グランジャー隊の損失は100名ほどだった。この小さな戦闘を契機に、バンドーンはその移動を止めて、作戦を立て直し、その後スプリングヒル地域に戻った。バンドーンを死に導いたのは、北軍の銃弾ではなく、女好きという評判だった。1863年5月、テネシー州モーリー軍のスプリングヒルにあった、作戦本部で、ジェームズ・ B ・ピーターズ博士に撃たれた。 ピーターズはバンドーンがピーターズの妻ジェシーとジョージに及んでいたと主張した。バンドーンはマットチェアーの家の事務室で一人で机に向かい書き物をしており、ピーターズが入ってきてすぐに後頭部を打って即死させた。ピーターズは後に南軍当局に逮捕されたが殺人で裁判にかけられることはなかった。バンドーンの意外はミシシッピ州に戻され、 ポートギブソンのウィンタークリーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。